こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。さて、今回はすっかり恒例となったアーマーを語る動画だ。こんなペースでやってたらすぐにネタ切れちゃわないか。別にアーマーを語るチャンネルじゃないし、その時はその時さ。どちらかというとサイバーミッションの配信をしている今やりたいという趣の方が大きい。つまりタイミングが命っていうことね。そういうことになる。ということはあのアーマーか。そう、今回はサイバーミッション版のファーストアーマーを語る。最初に言っておくが、このアーマーには公式により複数のアーマーの名称が存在する。ここでは一番最初の X のアーマーという意味でファーストアーマーという名称で話を進めていく。ちなみに他にはどんな名称があるのかしら。マグカップインフィニットでアーマー装着の技名がアーマーオブライトにちなんだライトアーマー、ロックマン X 大全書に書かれた X1 から X3 までのアーマー名を指すノーマルアーマー、バンダイさんがフィギュアを販売するときにつけた X1 マックスアーマー、またこの状態の X の名称を X ダイブではフルアーマー X と呼ばれている。多すぎて何が何やらって感じだわ。どれが間違いということもないし、好きに呼べばいいと思うぞ。繰り返しになるが、ここではファーストアーマーの名称で話を進める。というわけで、今回もパーツごとにその性能を紐解いていこう。まずフットパーツ。サイバーミッションでは通常のダッシュが最初から可能であり、同時にボタンの数の都合上ダッシュ壁蹴りというものができない。ゲームボーイカラーまでは右手で押すボタンが2種類しかないからね。今にして思えば随分無茶な制作だったのね。なので本作でのフットパーツの役割は壁を蹴ると自動でダッシュ壁蹴りになるというものになっている。ボタンの数の関係上できなかったことを可能にするためのパーツなのね。必ずダッシュ壁蹴りになってしまうので、普通に壁蹴りをしたいときは不便に感じることもあるが、そういう爪の甘さもある意味ゲームボーイカラー作品らしいかもしれないな。続いてアームパーツ。チャージが3段階になる。さらに攻撃力の上がったチャージショットが打てる。さらに高齢の特殊武器チャージができる。このチャージショットってスパイラルクラッシュバスターなのかな。頑張ってスパイラルを再現しようとした感じはあるな。しかし正直なところ、本作におけるこの強化チャージショットは残念なことに強さを実感しにくいと言わざるを得ない。あら、そうなの。というのも、このアーマー含めてサイバーミッション自体がほぼロックマン X 第一作目のものを移植に近い形で制作している。その移植元であるロックマン X のスパイラルクラッシュバスターはメガトータスやガンボルトといった固めの雑魚を一撃粉砕できるだけの破壊力があったのに、本作のこの強化チャージショットはそれほどの破壊力を有していない。ガンボルト、メガトータス、そのどちらに対してもこのショットを何発も撃つか、撃った後ついでにたくさん連射しないと倒しきることができない。なので強さを実感するのは難しいかもしれない。もともと微妙な性能だったけど、さらに微妙な性能になっちゃったのか。まあ特殊武器のチャージが強いというところで評価したいパーツかもな。続いてボディーパーツ。本作のボディーパーツはシンプルに防御力を上げるという点のみになる。本当にシンプルだわ。とはいえ長期戦になりがちなボス戦ではダメージ半減はなかなか有効に働いてくれる。あって損のあるパーツではないさ。続いてヘッドパーツ。特定の天井を破壊するヘッドブレイクを使うことができる。それは攻撃技なのかしら。微妙にそうとは言えないな。 X ダイブでは立派な技になったが、原作であるロックマン X 同様隠しアイテムや新たなパーツの発掘ぐらいしか使い道がないというのが実情ではあるかもしれないな。続いて隠しパーツ。 X2 の頃と同じステージ同じ場所で入手できるアームパーツの一種で、昇竜拳 M と波動拳が使用可能になる。ただでさえ強力なその2つの技を同時に使うことができるようになるのか。残念ながら本作におけるこの2つの技は初登場の X1、X2 の頃と比較すると大幅に使い勝手が異なるものになっている。具体的にどんな風になっているのかしら。まず波動拳は台までチャージした状態で十字キー下を押しながら、昇竜拳は同じく最大までチャージした状態で十字キー上を押しながらチャージショットを打つ。すると強化チャージショットがこの2つのどちらかに変化する。またライフ満タンでなくてもこの2つを打つことは可能だ。威力はどうなってるんだ。威力は強化チャージショット以上、原作未満だな。強化チャージショットよりは強いが、原作にあったボスをも一撃必殺で倒すような火力は失われている。そして最大チャージプラスコマンドプラス地上限定という制約の中でこれを使ってもちょっと硬い雑魚を倒すのに役に立つ場面がちょっとあるくらいで、ボス戦では使っている暇がない。昇竜拳に至っては軌道が通常のジャンプと同じ程度なので使う場面が非常に限られる。どちらも動きが一時的に硬直してしまうため、メインウェポンで使っていくのは難しい。あくまでおまけと考えておくのが無難だ。ちょっと寂しい性能になっているわね。それではいつも通り使用感について、ボタン数の少ないゲームボーイカラー用に調整されたフットパーツ以外はおおむね原作再現されていると見ていい性能で、使い勝手は良くも悪くもないといったところ。一言で言えば普通っていうことかな。そういうことになる。もともと原作のフットパーツがダッシュ移動が可能になるというものだったから、それにプラスアルファしているので一応原作より強化されているという見方はできるかもしれない。
弱体化はしているけど昇竜拳と波動拳は使えるわけだもんね。その二つもさっき言った通りメインウェポンとして使えるわけではないが、状況に応じて使い分けるという使い方自体はできるので、戦い方の選択肢自体は広がると言える。フットパーツの常にダッシュ壁蹴りになってしまうのは不便ではないのかしら？ボス戦の時に壁を大きく跳ねてしまうのは、状況によっては回避できたかもしれない攻撃が回避できなかったり、常にダッシュ状態なので目で動きが追い切れない時はあるかもしれない。そういう時に関しては確かに不便と言えるが、そこはプレイヤーの腕と考え方次第なところかもしれないな。総合的に考えてみると、原作であるロックマン X1 の頃よりは強化されていると言えるかもしれない。なるほどね。この動画を投稿する頃には、サイバーミッションのエクストリームモードの配信をする。このアーマーには最後まで付き合ってもらうぜ。頑張れ。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。